屋にてステージライブが開催中です。
私は満足、大満足。みんなのおかげだよ。ありがとう。落ち込んだ時やくじけそうな時、私の歌を思い出してみてね。きっとみんなの力になるはずだよ。それじゃあ、またね。我々リップイスタット貴族連合の手で生意気な小僧に身の程を知らしめてやる時である。赤毛の小僧はローエングラムの懐刀だ。干渉の首を持ち帰り、貴族としての誉れをあげよう。素晴らしい、ゴールデンバーム王朝の正当たる我らにふさわしい作戦だ。ぜひ私にその別動隊の指揮をお任せいただきたい。歴史の流れとは加速するもの。銀河帝国と自由惑星同盟の両陣営において権力と武力の修練が進んでおる。それに間もなく新たな民衆のうねりも加わろう。正義の戦いとやらがどれほど無価値で無力なものか、それを知った時の貴様らの顔をせいぜい楽しみにさせてもらおう。わかりました。では必ずヤンをほふるか降伏させてご覧に入れましょう。宇宙暦797年4月13日我々はここに旧国軍事会議臨時政府の樹立を宣言する。帝徳、我々は何のために、誰のために戦うのでしょうか。閣下、申し上げにくいことですが、ロエングラム公ラインハルトは傭兵の天才です。忠誠心というものはその価値を理解できる人物に捧げられるものです。滅びの美学とやらかお望みならば、あなた一人で完結なさればいい。我々が付き合ってむざむざ死ぬ理由はない。機関はイゼルローン駐留艦隊を引き、すべての反乱を可及的速やかに鎮定せよ。私の権限は手順を守らせるところにあって、手順を破るところにはない。我が分艦隊は一番槍だ。このまま敵の懐に突撃する。撃って撃って撃ちまくれ。主義主張なんて生きるための方便です。それが生きるのに邪魔なら捨てるだけのことです。神なんて代物を考え出した人間は歴史上最大のペテン師ですよ。その構想力と詳細だけは見上げたものです。古代から近代に至るまで、どこの国でも金持ちといえば貴族と地主と寺院だったじゃありませんか。ありがとうございます。お父様、面白い時代に私を産んでくださって。銀河英雄伝説ディノイエテーゼ。